すいません、今日は休ませてください。また休み？今月まともに出勤してないよね。ちょっと体調が悪いのが治らなくて。ああ、わかったわかった、もう来なくていいから制服だけ返してね。はあ、俺は羽鳥翔太、23歳、職業はコンビニバイト。あ、いや、クビになったから無職か。なかなか自分に合う仕事が見つけられず、何をやっても長続きしないんだよな。コンビニバイトなんかやってられないっての。時給安いのにバカな客にペコペコしてアホらしい。でも早いとこ次の仕事探さないと、消費者金融の支払いがやばい。ああ、どっかに楽で金がたくさんもらえる仕事はないのかよ。ネットで探してみるか。高額、簡単、バイトで検索っと。サクッと稼ぎましょう。日払い1日10万以上？いいじゃんいいじゃん。詳細はリンク先か。日給3万、5万、うわこっちは10万。この闇の職業安定所ってサイト、高額バイトばっかじゃん。なんかちょっとやばい香りはするけど、背に腹は変えられないからな。この回収バイトってやつに応募してみよう。すいません、安心金融から来ました。回収って資源回収かと思ったら借金の切り取りかよ。西村さん、いませんか？いますよね。うるせえな。で、何の用だ？安心金融です。30万の返済期限は昨日ですよね。今金がないんだよ。ああ、借りたものは返すのが常識じゃないですか。利息分だけでも払ってくれないと困りますよ。荒っぽいのは苦手だけど、金を回収しないと報酬出ないって言われてるし。ちょっと待ってろ。見た目いかちいけど意外と話通じる系、ラッキー。何を？てめえらみたいな闇金に返す必要なんざねえんだよ！ぶっ殺してやる！やば、あの西村っておっさん、完全に行っちゃってる無敵の人かよ。結局金はもらえないし、切り取りなんてろくな仕事じゃないな。他になんかないか。報酬100万？やっべえ！仕事内容は人さらい？人さらいって誘拐？拉致？完全に犯罪だよな。これが闇バイトってやつか。でも100万あったら借金返せる。まあどんな仕事か聞いてみるだけでも。俺は人さらい100万円の仕事に応募した。羽鳥翔太くん、23歳ね。よろしくお願いします。今日免許証か保険証持ってる？免許証あります。はい、採用。じゃあ後で免許証のコピー取るから預からせて。え？あ、はい、採用ですか？うん、何か？あ、いえ、どうも。こんな簡単に？何やるか分かって応募してきたんだよね。募集には人さらいって？そうそう、ある女をさらってほしいのよ。犯罪ですよね？もちろんそうよ。まあ用が済んだら女は解放するから問題ないって。うまくいったら100万円、ただし実行役は2人でやってもらうから報酬は折半ね。1人50万ですか？そういうこと。やるよね。100万じゃないのかよ。でもここまで来たらやります。よかったよかった。嫌だって言われたらさ、免許証返せなくなっちゃうところだった。いや。こういうのは初めてなんでわからないんですが、どうやってやるんです？標的の女はパチンコ屋に入り浸ってるから、閉店近くに出てきたとこを狙う。まあ詳しいやり方は練習してもらうからさ、心配しなくていいよ。練習ですか？プロは行き当たりばったりなんてリスク高いことはしないのよ。女が車のドアを開けたら、車に押し込むんですね。ほら羽鳥くん、早く粘着テープ。はい。粘着テープで縛って口も塞ぐ。本番はもっと手際よくやれるように練習してね。はい、すいません。あとは猿渡くんが女の車を運転して北方向に走るんですよね。そう、俺も途中から別の車で追走する。女を運ぶ目的地はその時指示するから。わかりました。負けた負けた。ベトナムでギバにも勝った私が、なんでパチンコは勝てないわけ？何？あんたら！乗れ！いいから乗れ！怪我したくなかったらおとなしくしろ！いや、やめ！
やったやったやった楽勝だったね。心配して損した。あとはこの人を届ければバイトは終了。50万ゲット。とりあえずファーストステージはうまくいったな。そろそろ次の指示を出すか。マリアさん、目的地はどこまで行けばいいですか。女は殺す。え、状況が変わった。やらなければ俺もお前らもやばいことになる。とりあえず山に向かえ。人気のない場所でやる。どうしたの。女を殺すって。はぁ、あ、話が違う。用が済んだら解放するはずだよね。どうしよう。俺は人殺しなんてできないよ。僕も無理。そんな恐ろしいことできるわけない。行けよ。車を捨てて細道に走り込めば。でも個人情報バレてるし報復されるかも。今はそんなこと言ってる場合じゃないだろ。俺たちだって殺される可能性も。女の人はこのまま置いてく。連れてくわけにもいかないだろ。おい、どこ行く。車に戻れ。逃げたらどうなるか分かってんだろうな。くそ、あいつら逃げやがって。これだから素人は嫌なんだよ。これじゃあ俺がやるしかないね。とりあえず山でバラす。はあ、貧乏くじ引かされたわ。お前に恨みはないが上からの指示は絶対だからな。悪く思うなよ。おい、事故だ。トラックが突っ込んでる。運転席に誰も乗ってない。運転手はどこに。大変だ。後部座席で女性が縛られている。大丈夫ですか。今助けますから。俺はどうなったんだ。手も足も動かねえ。やっと目を覚ましたか。なんだこりゃ。どういう状況。貴様を埋めるのは大変だったぜ。兄貴、掘ったのは俺らですよ。そうっすよ、兄貴は見てただけで。うっせえ。お前らはわしの手足じゃろうが。お前ら何なんだ。わしは鮫島言うもんじゃ。貴様にはいろいろ聞きたいことがあっての。何の目的であの女、運の強子をさらった。言うかよ、どこのチンピラか知らねえか。こんなことしてただじゃ済まないからな。俺のバッグには組織がついてんだ。てめえらすぐにやられんぞ。わかっとらんの。ただで済まんのは貴様の方じゃ。何？おい、マグロ、カジキ、準備せ。はい。兄貴、準備 OK です。何する気だ。砂浜といえばスイカ割りに決まっとるわ。スイカ割り、まさか。貴様の頭が真っ赤に割れたスイカになるのが楽しみじゃ。助けてくれ。無駄じゃ、ここには誰も来んわ。好きなだけ騒げ。ああ、ハズレか。下手くそが、次は俺の番だ。おら、おめえら、しっかりやれ。勘弁してくれ。ああ、まだ5発ぐらいしか当たっとらんじゃろ。頭も割れとらんしの。あの女を狙ったのは知事からの命令です。なんじゃ、歌うんか。そんな京子がベトナムから1000万円を持ち帰ったと情報が流れてきたとかで、女を殺して金を奪う計画だったんです。まあそんなとこじゃろうとは思っとったが、素人の兵隊に強殺させるとかずさんな計画じゃの。兄貴、こいつのスマホに着信が。うん、登録外の番号か。定時連絡の時間だ。状況はどうなってる。余計なことしてくれたのはてめえか。おこぼれ狙いの小判ザメ野郎、よく聞け。運の強子の金はわしら組織の金よ。またうちの獲物に手を出したら食い殺すぞ。切るよった。金は必ず回収する。死んだギバのためにもな。バレちゃったか。ま、別にいいや。なんて名前だっけ。森？下っ端がどうなっても関係ないし。
ねえ、話したんだからもういいだろう。助けてくれよ。俺は命令通りやっただけなんだ。スイカ割りはな、スイカが割れるまで終わらんに決まっとるじゃろうが。しんどい。掘り返すなら踏めなくてよかったんじゃ。兄貴、死体の処理はしなくていいんすか。そんなもんほっとけ、崩りじゃあるまいし。ああ、自殺だな。誘拐の指示役が逃げ切れないと踏んで自殺。これでどう。はい、手にした角材で自分の頭を何度も殴打したんでしょうね、頭蓋骨が割れるまで。よし、撤収しよう。知らぬが仏、死人に口なし。怖い怖い。昨日、海猫海岸で発見された身元不明の遺体は守屋桐代さん、28歳と判明しました。なお、警察の発表では自殺の可能性が極めて高いとのことです。守屋さんが自殺？悪いけど、これで良かったのかもな。逃げた報復をされる心配もなくなった。女の人も無事に保護されたみたいだし、ハッピーエンド。羽鳥翔太さん、誘拐の容疑で逮捕状が出ていますので、あなたを逮捕します。はい。被告人を懲役5年に処する。ハッピーエンド。現実はそんなに甘くなかった。俺と猿渡りは逮捕され、共に5年の実刑判決を受けた。闇バイトなんかやるんじゃなかった。真面目に働いていればこんなことには。金に目がくらんで刑務所へ入ることになるなんて。チャンネル登録はもうしてくれた？よかったら他の動画も見てみてね。動画の感想もコメント欄で待ってる。